さて、次にその方角と社会の関係をもう少し具体的に考えようということなんですが、ここで取り上げるのは水です。えー、今朝起きてからですね、ここに座るまでの間に、水に一回も触っていないという人はおそらくいないだろうと思います、えー。水というのは人、人間のみならず、生命にとっても不可欠な存在です。そして水というのは社会の様々な問題と関連していて、 これに関係する法制度も数多く存在しています。例えば、我々の生活に一番馴染み深いと思われるのは、上水道、普通の水道ですね。これだと思いますけれども、この上水道について言えばですね、うん、水道法という法律がここにありまして、この水道法という法律の中で、 え、公衆衛生や生活環境の向上を目的として、水道の安全性に関する基準とか、水道の供給義務というものを定めています。あるいは、今度は下水道ですね。使った後の下水道については、公衆衛生だけではなくて、河川とか海みたいな公共用水域の水質を守るという意味で、まあ、環境問題の色彩を強く持つようになります。さらに、工業用水ということになりますと、 えー、敷地からですね、大量の地下水を汲み上げると地盤沈下を起こすので、まあ、ある程度それを制限する仕組みがある他に、えー、自治体がですね、上水道と同じように工業用水道というものを運営しているケースもあります。まあ、ところが、人間が、えー、使っている水の中で一番多いのはこの農業用水でありまして、えー、人間が使っている水の7割は農業用水だと言われています。 えー、我が国では、えー、川河川を流れている水については民法上の所有権が成立しない、まあ、つまり誰のものでもないということになっていますで、えー、これを農業用水として使うためには、えー、この河川法という法律で許可を得てですね、えー、水利権というものを取らなければいけません ただ、明治時代以前から慣習として使っていた、江戸時代から使っていたという水については、このような許可を取らなくても、観光水利権というもので水が使えることになっています。このような農業用水の方を見てみるとですね、資源としての水という要素が非常に強いことがわかります。そしてこの資源としての水というのは、国際的な文脈ではより強くなります。 21世紀は水の世紀だというふうに言われることがありますが農業活動が灌漑技術の発展で大きく広がった結果世界的に水不足が深刻化していてそれが国際的な紛争に発展すると武力衝突につながるというようなことも実際に起きています。 えー、ところが日本ではですね、えー、非常にラッキーなことに水に恵まれていて、水道の蛇口をひねればすぐに飲むことができる良質の水が手に入るということで、まあ、そのような生活のインフラが我々の豊かな社会をこれまで支えてきたということになるわけです。その上水道なんですが、しかしそれが街づくりを進めるための道具として使われることがあります。 次に紹介する二つの事件は、私があの、担当している行政法の授業では必ず説明される有名な最高裁判決なんですけど、一つは、キー長島町水道水源条例事件という事件でありまして、これはあの、ある事業者が産業廃棄物の処理施設を作ろうと思って、三重県知事に対して許可の申請をしました。我が国では廃棄物処理場を作るときには、 廃棄物処理法という法律で許可を取らなければいけない。そして産業廃棄物についての許可の権限は全部都道府県知事が持っています。えー、つまり市町村にはですね、一切の権限がありません。えー、しかし市町村はですね、えー、ここではその紀伊長島町、現在の紀北町ですけれども、えー、自分たちの町に廃棄物処理場ができるのは困るということで、 自分たちでルールを作った条例を作ったということです。で、この条例の規定に基づいて、町の大半を水道水源保護地域に指定したと。で、この保護地域の中で廃棄物処理場のような施設が立地することは基本的にできなくて、まず協議というものをしたんですけれども、 まあ結局その、やっぱり設置してはいけないということで、規制対象事業上の認定をしたと。で、その後に知事から許可が出された。まあ、そうすると、廃棄物処理法の上では許可があるから事業できるんだけど、えー、町の水道水源保護条例では、えー、事業ができないということになっていて、えー、条例と法律とのバッティングがまあ生じているという、まあ、こういう状態になっています。 でここでは要するに廃棄物処理場を作りたくないので水道というものを使ってですね廃棄物処理場を作らせないように今しようとしたということです、えー、最高裁はこの条例が、まあ、今紹介したように事業者による処理場設置計画を知った町が後から作った後出しだということも考慮して、えー、この条例の中で予定されている協議という手続きの中で事業者のことをちゃんと配慮しないといけないと いうようなことを言いまして、まあ、その配慮が十分にされていなかったからということで、町のこの規制対象事業上認定が違法であるという判断を示しています。えー、もう一つのケースが、しめ町給水拒否事件という事件でありまして、えー、福岡市のベッドタウンであるしめ町という町がありまして、まあ、そこでは大規模な開発を抑制するために、20世帯以上の住宅を新規に作るときには、 水道の給水契約を結ばないという扱いにしていました。しかし、あの、ここにもがっている水道法15条という条文がありまして、この中で、正当の理由がなければ、給水契約の締結を拒否できないというふうになっていました。マンション、これは420戸という非常に大規模なマンションなんですけれども、このマンションを作った事業者が町に対して給水契約を結んでくださいという申し込みをしたところ、 町の側がですねこの事件では結局町づくりの観点からというかですね人口を抑制しようという観点から給水契約を結ばないというふうに判断したことが水道法15条1項のこの正当の理由に当たるんだろうかということが問題となったわけです。 このような事例は必ずしも福岡県志摩町だけで起きているのではなくて1970年代から80年代を中心に開発を抑制したい市町村はしばしば水をあげませんよというふうに脅して開発を諦めさせてきましたその一番下に書いてある武蔵野マンション事件というのがありますがこれも似たような事件で東京都の武蔵野市が同じようなことをやったという事件です ところで皆さんが持っている法学部に対する誤ったイメージの代表は、法学部に行くと法律を丸暗記しなければいけないというものです。でこの考え方の前提にあるのは、法学というのはすでに存在する法律を当てはめて問題を解決していくものなんだという先入観だと思います。確かに水道法という法律にこういうルールがですね、ある。まあ、これは確かにあるんですけれども、しかしここで 正当の理由というのは何なのかということはいくら条文を探しても書いてありません法学部で勉強する重要な内容の一つは意味がはっきりしない言葉の意味を明確にする解釈という作業これを学ぶということです最高裁はこの事件でどう言ったのかと言いますと何がその正当の理由に当たるかということについて 水道法の目的は豊富で低廉な水を供給することで公衆衛生、生活環境を向上させるものなんだというふうに考えるとまちづくりのために水道を使うというのはできませんという前提に立ちつつも水が限られた資源であるということから努力しても水が足りなくなるような恐れがある場合には給水を拒否する政党の理由に当たるんだというふうに言いました そしてこの事件では、四、えー、め町の人口密度が非常に高くて、また固有の水源が十分ではないという事実を重視して、この町は将来、水が足りなくなる恐れがあるというふうに評価しました。それで最高裁は、町が給水を拒否したことは、水道法15条1項にいう政党の理由にあたるのだとして、これは適法なんだというふうに結論づけました。 これが先ほどあの高校生は勉強しなければならないっていうふうに言った法的算段論法と同じ形をしているということに気づくでしょうかこのような形で結論を示すというやり方は単に給水の拒否が適法だという結論を示すだけに比べてはるかに説得力が高いということですその理由は同じような事件が起きたときに この判断と同じような結論が出されるということが、この最初のルールのところでわかるので、自分だけ特に不利な扱いを受けたわけじゃないということが確認できるからです。もちろん自分の要求が認められないということについては、原告側に不満が残ることは間違いないと思いますけれども、しかし紛争を解決するためには、 たとえ要求が認められなくてもやむを得ないと思わせるだけの説得力のある根拠を示すということが必要でそのような根拠の示し方のテクニックみたいなものを法学部では勉強しているということです、えー、ところで今紹介した志め町の事件は町の人口が増え続けるので困るということだったんですがこの先の日本社会はむしろ逆方向。 つまり人が減って困るということに対処しなければいけません。皆さんが将来ですね活躍するような頃になるとますますそういう状況が強まってくると言われています。 水道法では原則として市町村が水道事業を行うということになっていてさっきの水道法15条の規定でよほどの理由がない限り住民側が給水契約を結んでくださいといえば市町村は給水を行わなければいけませんしかし今何が起きているかといいますと水道の給水管をはじめとする設備が老朽化してきていて 取り替えが必要となる設置から40年を超えた設備が15%を超えていますで。この取り替えの費用が今後10年で1兆円くらいの規模になると言われています。えー、他方でですね、これまで比較的割高の水道料金を払ってきた大口の利用者、まあ、例えばビールとか病院とか学校とかですね、まあ、そういう人たちが自前で井戸を掘る、えー、などをしてですね、専用の水道を作って 市町村からの水の供給量を減らす傾向にあります。こうなると、これから生じるであろう配管の取り替え費用に伴う水道料金の上昇は、もっぱら普通の利用者、一般住民に及ぶという可能性があります。水道料金を引き上げようというにも、市町村は財政赤字ですので、税金を投入して水道料金を引き上げるということも、えー、引き下げるということも難しいですし、 水道に携わる職員が高齢化してきていて、財政赤字の影響で職員の新規採用が抑えられているので、市町村の水道を補修する技術はどんどん低下しているというふうに言われています。このままでは日本の水道、あの蛇口をひねったら安全な水が出るというようなことは守られなくなるかもしれないというふうに言われているわけです。 そこでどういう解決策が考えられているかというと、一つは水道の広域化です。現在、あの水道普通、あの市町村が単独でやっているんですけれども、都道府県全体で水道の事業を一元化するとか、複数の市町村で集まって検域というものを作って、それが水道事業の受け皿になるというようなことが提案されていて、現にそういうふうに動いている地域もあります。 もう一つが、えー、少し前ですけど、おマスコミを賑わせた、いわゆる水道民営化というものですえ。つまり民間の事業者に水道事業をやってもらおうということです、えー。マスコミで騒いでいたのは2018年の水道法改正ですけれども、実はそれよりずっと前の2002年の段階から、水道法では民間事業者などの第三者に事業を委託するということを認めていました。 で、この2018年の改正のポイントは、えー、PFI 契約というものを導入したということです。この PFI 契約って何かというと、あの、説明は非常に難しいんですけど、簡単に言うと、普通の委託契約よりも、委託された事業者が自由に決められる範囲が広い契約だということです。えー、比喩的に言うと、普通の委託契約は、市町村の手足として、 民間事業者が働くんですけれども、PFI 契約では事業者は市町村とはある程度独立して事業を行います。独立という意味は、住民が料金を支払うのが市町村ではなくて民間事業者だということですで。それはその単に料金を支払う相手が変わるというだけではなくて、料金の決定についても民間事業者の自由度がある程度認められるということになります。 そこでまず、複数の市町村が集まって権益を作りましょうという考え方から見てみます。現在の地方自治を担っている団体は、都道府県と市町村。これは皆さんも知っていると思いますけれども、この都道府県や市町村は自分たちの考えに基づいて仕事をすることもあれば、国の法律によって事務をやらなければいけないということもあります。ところが、人口が減ることによって、 今後20年ほどの間に働く世代の生産年齢人口が減少し、また人口そのものも減るだろうと言われていて、地域によっては市町村が消滅するかもしれないと言われています。そこで、このような時代にあっても自治体が仕事をできるようにどうすればいいかということで最近議論されているのが、県域と呼ばれるものです。 えー、これは人口が一定程度中心地に集まっていて、えー、そこにですね周辺の市町村から通勤通学者がある程度いる中心市というのが周りの市町村をまとめて検域というものを作ってその中で例えば町づくりを一緒に行うとか公共交通機関を一緒に整備するというようなアイデアのことを言います。 水道も公共施設の一つなので、この検疫の中で水道施設の更新とか、水道料金の決定を行うという可能性があります。ただ、この考え方に対しては、えー、中心市がどうして周辺のお金がない市町村の面倒を見ないといけないのかということとか、逆に周辺の市町村は中心市の言いなりにならざるを得ないんじゃないかというような不安や批判が寄せられています。 今年の7月31日に地方制度調査会という国の審議会が中間報告を出したのですが、その中でもこの検疫に関する具体的な案はまだ示されていなくて、今後の議論に委ねられています。次に民間事業者に水道事業を委託するという方の問題点を見てみます。水道法の改正の際にマスコミを通じて批判されていた点は、 民間の事業者がきちんと事業を実施しなくなったら水道が出てこなくなるんじゃないかとかですね。あるいは水道料金が一気に上がってしまうんじゃないかというようなことが中心でした。海外では一旦水道事業を民営化した後にまあそういった問題が生じてもう一回公営に戻すという最公営化がされている例があります。えー、と水道法とか PFI 法ではそういうことがにならないようにするために市町村が 民間の事業者に対して指示を行うとか最終的に民間事業者に水道事業をやめてもらうというような仕組みが含まれていますけれどもそれが期待通りに機能するかどうかはま今後やってみないとわからないということですでここではそれと違う問題をもう一つ紹介したいと思います民間事業者と今言ってますがそれは必ずしも国内の事業者とは限りません 海外の事業者が直接契約を結ぶこともあるでしょうし、国内の事業者だとしても、そこに海外の企業が株主という形で関わることもあります。現在、世界には水メジャーというふうに呼ばれる水に関する巨大企業がいくつか存在していますで。この水メジャーが今回の水道法の改正を日本市場への参入の貴重な機会だというふうに考えていると言われています。 こうした国外の事業者が当事者に含まれると何が起きるかと言いますと、え紛争を解決する新しいルートが使われる可能性があるということです。え日本がその事業者の母国と国際的な投資協定、あるいは経済連携協定という条約を結んでいるとすれば、えこの結ばれている条約に従って、えっ、ー、と、日本がですね、えー 事業者に対して行った規制措置が協定に違反しているかどうかを仲裁という仕組みで判断することができます。普通国内の事業者に対して国がですね、何か規制をしてそれが違法かどうか争われるという場合には国内の裁判所が使われます。そして国外の水メジャーも当然日本の国内の裁判所を使うことができます。 しかし、このような国際的な投資の場合には、途上国を中心に、裁判所と政治部門が密接に結びついていて、政治部門の判断を裁判所が覆せないということが多いので、二国間の投資協定の中で、国内の裁判所と違う紛争解決先として、仲裁という別のルートを認めていることが多いのです。 でこれは協定の当事者である日本と相手国がそれぞれ一人ずつを仲裁人として選んで、その二人がもう一人を選び、三人の仲裁人で紛争を解決するということがしばしば行われていて、この仲裁人は裁判官ではありません。また仲裁の場所も日本国内ではなくてアメリカとかですね、外国で行われるということです。 仮に投資経営国、例えば日本の規制の内容が協定違反に当たりますというふうに仲裁で判断されると、それによって生じた損害を賠償せよというような判断がされることになります。過去にはかなり巨額の賠償金を払えというふうに言われたケースがありますし、ミズメジャーが投資した相手国の政府、これ実はアルゼンチンなんですけど、 この相手国の政府が値上げの邪魔をしたということで、水メジャーが投資協定仲裁を申し立てたケースもあります。先ほどの水道法 PFI 法では民間委託による水質の悪化とか料金の著しい値上げに対して市町村が指示などの措置を予定していますと言ったんですが、仮に水道事業を委託した先の事業者が 不適切な運営をしたために市町村が指示を出し、最終的には運営権を奪ったとした場合に、その事業者に海外の水メジャーが投資していた場合には、この投資協定仲裁が利用される可能性が出てきます。日本は現にかなり多くの国と投資協定を結んでいますけれども、ラッキーなことにというかですね、これまで日本政府が仲裁で他の国の企業から訴えられたことはありません。また逆に日本の企業が どこか別の国の措置について仲裁判断を求めたケースもごくわずかです。とはいえ、例えば TPP-11 にもこの投資協定仲裁が入っていますので、今後日本政府に対して投資協定仲裁が絶対に使われないという保証はありません。で、この事例で何が言いたいかというと、水道の蛇口は世界とつながっていますということです。 法学部で勉強することは国内の話が中心で国際的なことはあまり学べないと思っている人がいるかもしれませんが決してそんなことはありません法学部でも国際法学では国と国との関係を扱いますし政治学でも国際政治学とか国際関係論のように国際化グローバル化の問題を扱う分野が存在していますまたあの私がやっている行政法みたいな国内法であっても今の例からわかるように 国内の問題とグローバルな問題というのはもはや切り離すことができないということになっています。ここ10年間に我が国で起きたことを振り返ると、世界のどこかで起きた経済的な大不況が日本の景気に悪影響を与えるとか、国外で出された有害物質が大気や水の循環によって日本まで影響するということがしばしば起きてきました。方角は社会における紛争の解決、あるいは紛争の予防を対象にすると言っていますが、 そこでいう社会というのは必ずしも日本社会だけではないグローバルな社会も視野に入っているということです。その意味では日本だけではなくてグローバルにも活躍したいと考えている人にとっても法学部での学習は重要だと思います。